リントでーす。はい、今日はポケモンカードゲームスペシャルボックスリリア&コスモックの開封やってこっかなって思いまーす。イエーイ。はい、ということでこんな感じですね。はい、ちょっと中身見ていきましょう。私に被ってるね、プロモカードのリリエとコスモック、あとは拡張パック戦う虹を見たかが3パックと光を喰らう闇とデッキケース、デッキシールド、ロングカードボックス、プレミアムポケモンコインのセットになっております。はい、なんか周りはこんな感じですね。はい、最近ポケモンやっててね、リリエ可愛いなーって思って見てます。可愛くない？この金髪のこの女の子ね、めっちゃ可愛い。そしてコスモック、コスモックも可愛いんだよね。はい、こっちはリリエ。はい、でちょっとねプレミアム価格ついちゃってて6000円ちょっとでね、アマゾンで購入したんですけども、どうしても欲しくて買っちゃいました。はい、中身はこんな感じで入ってます。これがリリエですね。はい、こんな感じ。あとはここにデッキシールドと、デッキボックスと、ここに特典の、特典っていうかパックが入ってますね。で、特典カードも早速開けちゃいます。はい、この特典カードにリーリエとコスモックが入ってます。コスモックはね、私ルナーラのデッキを使ってるので使えるし、リーリエはメインデッキで使ってるので両方とも使えるカードなので、これはデッキに入れます。普通にいいカード、リリエね、めっちゃ使い勝手いいからね、6枚引けるっていうのが強い。うん、あとデッキシールド、これはねメインのフェアリーデッキかな、をこれにしようかなって思ってます。フェアリーデッキのケースもこれにしようと思ってます。このデッキケースね、めっちゃいい。はい、こんな感じですね。で、中にはセパレーターが2枚入ってますね。こんな感じで、セパレーターも可愛い。いいね、このイラストのやつ。いいね、可愛い。デッキがね、1個とちょっとかな。1個入れるとね、だいたいね60枚だから、遊戯王だったら40枚のデッキ2個入れても問題ないかなって感じだけど、ポケモンはデッキ60枚なので、ハーフデッキ30枚のデッキだったら、3つ入るかなっていう大きさですね。あとはこれですね、特典のコインと、あとは拡張パックが3パックずつ。はい、でコインはこんな感じでね、拡張パックはね、何かレアが出たらいいなっていう気分ですね。入ってるのがグズマとか、あと戦う、なん違う、光を喰らう闇だと、あれ入ってるんだよね、サーナイトの GX 入ってたはず。なのでその辺を狙って光を喰らう闇の方は後で開けます。で、戦う虹を見たかに関しては先に開けちゃいます。こっちはね、なんか特にこれが欲しいよっていうカードはあんまりなかった気がするね、私の中で。はい、リオル、アブリー、臭い花、ムキムキダンベル、マリルリ、うん、ちょっと微妙ね。まあムキムキダンベルは割と使えるカードかなって思います。まあ、1進化メインだったらね。はい、あ、なんか光ってるね。人影、バフロン、マケンカニ、ラフレシア、ロトムズタン。まあいいのはそんなに、すげえいいのが出てるっていう感じではないね。はい、3パック目、バオッキー、謎の草、ホイーガー。やばいんだよね、これ、これ、ウルトラ出てんのよ。やばいよね。ほい、やばーってなってます。リントが。
カチリンとかね、やばーってなってて、基本エネルギー炎のウルトラ出たんでね、これバックワードね、マジで。でびっくりしすぎてね、あのカメラ倒しそうになった。これマジでやばい。初めて UR の基本エネルギーが出た。初めて見た。マジでやべえって思った。だから その場にねスリーブがなくて、とりあえずさっきリーリエが入ってたやつに入れておくっていうね。はい、ちょっとねもうこの時点で、あもういいじゃんって感じ。だってあれね、1枚実はメルカリとかで5000円とか6000円するので、そんなカード出るとは思ってなかったよって。だって特典でついてくるパック3パックずつだよ。レアなんて期待してないよ。はい、ニャスパー、サイドン、ピアップ、バンバドロ、ピッケ、もうこっちはあんまりいいのまだ出てないね。こっちだと、はい、ネマシュ、キャタピー、グレックル、ジガルデ、そしてドグロック。次がラストパックですね。もう十分だよ、もうあの日あれで。はい、シビシラス、アローラコラッタ、コイキング、ハキギシリ、ハブネークという感じですね。っていうかね、これだけでおよそ5000円ぐらいでしょ。だし他のリーリエの特典カードとかデッキケースとかがもうすでにプレミア価格ついてて、普通にあのセットだけの内容カード抜きにしてね、だけども3、4000円にもなっちゃってるから、3、4000円プラス5000円、8000円、やばいね、バックアドだね。はい、という形で今回はポケモンカードのリリエ&コスモックのね特別セットを開封してみた感じなんですけども、やばすぎ、超いいバックアドだった。そうこれね、はい、リリエだけでも結構十分なんで、プラスこれだよ、これやばい、もう超バックアド、よかったねって感じでした。はい、ということで今回はポケモンの、リリー&コスモックの開封でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。